こんにちは、こんばんは、マロと申します。本日は、マテンパーフェクトワンボックス開封していきたいと思います。今回こそは、キバナのカードをゲットできればなと思います。早速開封していきましょう。1パック目、幕の下、増動、ウール、穴掘りグローブ、張り手山でした。2パック目、モノズ、ウール、幕の下、パンプジン、チルタリスでした。3パック目、スクールガール、クレフィー、やる気者、すり替えカップ、大王道でした。4パック目、ヒヤッキー、モノマネ娘、プクリン、すり替えカップ、コーリッポでした。5パック目、腕っぽー、エアームロ、ナマケロ、キバナ、ジジイロンでした。6パック目、ハスブレロ、グライガー、スクールガール、フルフェイスガード、ドグロックでした。7パック目、プクリン、ヒアップ、ジェヘッド、ガラルファイヤー、ツインエネルギーでした。8パック目、ブロスター、グライガー、エアームド、ゴルーグ V、結晶の洞窟でした。9パック目、モノマネ娘、マケッチャ、グライガー、フォックスライ、結晶の洞窟でした。10パック目、やる気者、ハスボー、シンボラー、ダストダス V マークス、フォックスライでした。11パック目、ハスボー、バイウール、グレックル、ダストダス V、ダイオードでした。12パック目、ガラルニャース、ヒアップ、バケッチャ、ルンパッパ、ツインエネルギーでした。13パック目、増動、ハスブレロ、チルット、穴掘りグローブ、アブソルでした。14パック目、チルット、クスネ、腕っぽ、キュレム、ガラルニャイキングでした。15パック目、プリン、ガラルニャース、エビワラ、サザンドラ、キバナでした。16パック目、ウール、ゾウドウ、モノマネ娘、レスキューキャリー、ハリテヤマでした。17パック目、スクールガール、クスネ、クレフィー、ソーナンス、レスキューキャリーでした。18パック目、グライオン、ヒヤッキー、バイウール、進化の子、ダイオードでした。19パック目、幕の下、ナマケロ、ブロスター、リアルガ、ガラルニャイキングでした。20パック目、シンボラー、モノズ、ナマケロ、すり替えカップ、ジジイロンでした。21パック目、グライオン、モノズ、バイウール、ルガルガン V、穴抜けの紐でした。22パック目、プリン、エアームド、スクールガール、パンプジン、アブソルでした。23パック目、ヒヤッキー、クスネ、プリン、ガラルフリーザー、コーリッポでした。24パック目、エビワラ、ハスブレロ、プクリン、サザンドラ、穴掘りグローブでした。25パック目、クレフィー、ブロスター、シンボラー、ジュラルドン V マークス、進化の子でした。26パック目、チルット、ハスボー、グレックル、ソーナンス、キバナでした。27パック目、エビアラ、グレックル、ガラルニャース、ジュラルドン V、ジジイロンでした。28パック目、グライガー、クレフィー、ヒアップ、ジュラルドン V マックスレインボー来ちゃー、やったー、チルタリスでした。29パック目、ジヘッド、バケッチャ、
腕っぽ、我流の巻、張り手山でした。30パック目、やる気者、くすね、幕の下、ケッキング、穴抜けの紐でした。はい、ということで全部開け終わりました。火花のカードをゲットすることはできませんでしたが、ジュラルドン VMAX のレインボーのカードが出てくれたので良かったかなと思います。火花のカードはまたどこかでゲットできればなと思います。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。またね、バイバイ。